いらっしゃいませー。それじゃあ、ゲーム動画始まるよ。ユックエスト。どうも皆様、サトリです。どうも皆様、オリンです。ここいらで縛りの確認を行います。一部修正した部分や新規に加えた部分もあります。それでは皆様、ゆっくりしていてね。やめておけって。さて今日は、アバロン島とかいうところを攻略するよ。アバロンでは、新しい陣形が欲しいとか、装備剥ぎ取りたいとかいう理由で、皇帝が次々に死んでいっているらしいよ。おお怖い怖い。はい、無理やり詰め込んで S サイズだけの舞台を作りました。やっぱり5人いると爽快ですな。中身はネタ編成だけどな。というわけでアバロン島を攻略するわ。今回も1時間近くかかったので7章と同じで分割します。本当は無理やりまとめようとしたんだけど、随所に4倍速かけても半分にできなかったので断念しました。でも分割が続くと分割するのが当たり前になりますよ。後々のことを考えて分割はなるべく避けたいですね。あれ？低空タイプって出てますよ。ホークマン系のカノープスは低空タイプよ。ホークマン系は S サイズの中でも運搬力が高いわ。なので S サイズだけの部隊にホークマン系を入れると部隊は低空タイプになるわ。通常プレイではテンプレね。ちなみに運搬力というのは部隊の移動タイプを決めるために、各クラスに設定されている数値よ。ただステータス画面には表示されないわ。例えばタコを入れると部隊の移動タイプが深海タイプになるのは、タコの運搬力がとても高い数値だからよ。運搬力については前からいつか説明しようと思ってたんだけど、ここで言っちゃったわ。やっとワールドが出たわね。ワールドを引くと、それ以降攻略中にタロットを引いた時のステータス変化が、出撃部隊全体に適用されるわ。例えばこの後にチャリオットを引いた場合、出撃メンバー全員の力がプラス2よ。
ワールドの効果で舞台全体が素早さアップよ。こういう積み重ねが結構バカにできないのよ。発言は素晴らしいのですが、顔で台無しになっている件について、女性キャラクター。初めての女性キャラってゆっくりさんがいるじゃないですか。あれは生首だから。は？ちょ、素早さ110の知力120って、ボーレンとかカノープス超えてるじゃないですか。どこかの傷薬とは大違いね。愛車にはドラゴンとワイアームを加えたけど、出撃しているメンバーと被ってしまうので、出撃はウォーレン対のドラゴン、ワイアームがクラスチェンジしてからよ。少し調整すればチェンジできるわ。それと初期メンバーにマーメイドがいたわね。貴重な S サイズだから中立ユニットも加えた上で選別するわ。選別から外れたユニットはオリンリンランド行きよ。やったね、オリン死体が増える。やめておけって。キーワード、グラップラー。なに？フェアリーちゃん単体だと？この編成おかしいでしょ。これは救出せねば、前列のロリコンを殲滅せねば。やられた。これは解放せねばならんな。傷口ペロペロせねばならんな。この悟り様は当動画内の仕様でありまして、東方地霊伝に実在する小明治悟り師とは一切関係ありません。アンデッドいるんか。これはアライメントあげるチャンスだな。主人公のアライメントをアンデッドで強制するのは鉄板だからな。
クドラゴンにとどめを刺させるためだよ。あと少しでアライメントが35以下になるんだよ。悟り様、これはエンジェルですよね。見るのは初めてですね。フェアリーちゃんマジ天使。いや、そうじゃなくて。ランスロットがやられた、だと。いや、まあイベントキャラ最弱だから、ね。むしろ今までやられなかったのが不思議だったんですね。これでクラスチェンジできるはずよ。そして愛車17歳を出撃させるわ。17歳を出撃させるわ。戦いはできませんが、治療の杖で殴れます。
ここからずっとウォーレンのターンです。もうこの舞台だけでいいんじゃないかな。アバロン島の人は愛車が帰ってきているって知らないみたいですね。そうね、妖怪が隠れていたし、潜伏していたみたいね。あ、何気にウォーレン死にかけてたのね。あ、やっとタコの部隊が水揚げしたわ。タコの出番はここだけよ。アンデッド来た。よし、パパ、アライメントあげちゃうぞ。あ、あんまり時間がかかるので、さっきから戦闘アニメはオフにしてるよ。特に敵のフェアリーの投げキッスのアクションが長くてさ、しかもイラッとくるんだよね、このロリコンどもめ。おお、上がった上がった。まさか、山の中でタコに遭遇するとは夢にも思うまい。今日はこの都市を解放しておしまいね。えらく中途半端ですね。だがそれがいい。そのセリフ使うと何でもいいように聞こえますね。
ユックエスト。どうも皆様、サトリです。どうも皆様、オリンです。第8章、黒騎士の後編になります。と言っても前半でほとんどの都市は解放して、あとはフェアリーちゃんを酷使する黒騎士がレスカッコロリコンをボッコにするだけです。この時点で彼のあだ名は、ロリ騎士がレスに確定しました。というわけで、裸エプロンのエンジェル部隊と交戦するところからですね。おお、エロいエロい。ただ誤算だったのは、エンジェルやフェアリーちゃんが登場するのに、タコの触手を用意しなかったところでしょう。紳士の皆様の期待に応えられなくて反省しております。そして水揚げされる敵の魚介類。当分刺身には困りませんね。早々魚介類でちょっと話しようと思ったんですが、皆様、寿司ネタでマグロとか鯛とか好きですか？うぷ主の一家は回転寿司行っても、マグロといった魚系には一切手をつけないよ。別に魚嫌いというわけでなく、寿司の時だけ魚を回避してるよ。代わりにイカやタコ、貝ばかり食べるよ。全員聞きました。もう修羅場ですね。フェアリーちゃん来た。くそ、ガレスのやつどれだけフェアリーちゃん囲ってんだよ。まさか、私のフェアリーちゃんをたくさんペットにしてキャッキャウフフする野望を阻もうというのか？あとはどんどん倍速していくだけなので、ここらで我が軍のペット紹介を行います。まずはヘルハウンドね。ボーレンが最初から連れている2匹を使っているわね。L サイズの中では素早さが高いわ。反面耐性は低いので前衛にするにはちょっと不安ね。後列にしてブレスするのもいいわね。そしてクラスチェンジでケルベロスになるわ。ブレスがメガマライズに変わっているけど、これは一体を睡眠状態にする攻撃よ。でもスタンクラウドやペトロブレスに比べるとしょぼいわね。むしろブレスが使えなくなって弱体化しているわ。クラスチェンジとは何だったのか。次はグリフォンよ。何よりも地形無視、高速の大空タイプが光るわね。大空タイプは本ゲームの生命線と言っても過言ではないわ。クラスチェンジ後は国家トリスよ。レベル9と早い段階でチェンジできるわ。戦闘面での特徴は後列からの攻撃ね。グリフォンは後列から序盤では貴重な全体攻撃、ウィンドストームを使うわ。国家トリスは石にするペトロブレス。高い素早さを活かして先制で敵の動きを封じるわ。逆に前列には向かないクラスね。
おかげで他の L サイズと住み分けができるという点も良いところよ。なるほど、ヘルハウンドは役に立たなくて、グリフォンはすごく役に立つんですね。まあ、そういうことね。ぶっちゃけ L サイズで使えるのは大空タイプだけ。悲しいけど、これ、大空ゲーなのよね、と言われる始末よ。4倍速のせいで、市民の歓声がすごい叫び声に聞こえた。一撃だと？ヒーリングでアンデッドを倒せるとは聞いていましたが、まさか全体攻撃とは思いませんでした。ガレスは愛車で仇討ちするよ。そんで愛車も前列にして攻撃に加わってもらう。僧侶は基本後列でヒーリングだけど、急いで敵を倒したい時や、回復アイテムに余裕がある時にヒーリングするメリットはあまりないと思うよ。だから僧侶も前列にして攻撃に回すこともあるよ。まあ縛りプレイでなければここまで考えることもないんだけど。だが、それがいい。なんか筋肉マンの超人にいそうなキャラね。ロビンマスクのアシュみたいな顔ですね。愛車、島の僧侶たちもあなたを応援しているわ。あなたは一人じゃない。すごく突っ込みたいんですが。他にまともな僧侶はいなかったんですか？今の攻撃、かっこいいですね。ロリ騎士のくせに生意気だ。シンプルな答えだ。お前はフェアリーちゃんをペロペロしすぎた。
今回はワールドの効果で、出撃部隊全体がこのような恩恵を受けました。特にハーミット2階で知力プラス4は美味しいです。アライメント65だとプラチナ、レッドどちらにもなれるのね。まあこのままですけどね。無茶しやがって。あ、ラオウの馬とは関係ありません。ちょっと魚介類を仲間にしてきますよ。今日は先生にお願いしました。我が名はカール・アウグスト・ナイト。噂をナイト・ハルト。アルベルト、アルベルトか。うちで使う魚介類はマーメイド2体、タコ2体だよ。能力値を見て低いやつは削除して、オリンリンランド行きだな。悲しいけど、これ、縛りプレイなのよね。削除されたキャラクターたちの安息の場所。それが、オリンリンランド。どう見ても地獄です。本当にありがとうございました。来い！ここで捨て調整を行うよ。やるのはドールマスターのランスロットだよ。ドールマスターの上級職へのチェンジ条件は、アライメントが50から80の間なんだけど、もともとアライメントが高いランスロットはもう80近くになってるよ。今後も上がっていくだろうし、ここで下げる必要があるよ。カリスマも下がったけど仕方ないね。まあカリスマの方はまだ余裕があるし。今日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ユックエスト。どうもゆっくりです。どうもゆっくりです。ただいま動画内に悪霊が取り付いていたため、除霊を行っていました。今日も伝説のオーガバトルをプレイしていきます。と早速ですが、ウプ主は今回縛りに違反してしまいました。というのも同じクラスユニットの複数出撃を禁止しているにもかかわらず、ヘルハウンドを2体出撃させています。どうしてこうなったかというと、早い話、こいつら影が薄くて全然気づかなかった。カノープス隊は境界を解放するだけなので、適当で OK です。
どうも皆様、サトリです。どうも皆様、オリンです。今日はカストラート海を攻略していきます。マップは海だらけ、BGM も海仕様のものになっています。やっぱ、海だー、海鮮だー。俺たちの海はこれからだー。という感じで、日頃いらない子扱いされている魚介類は気合が入っていますね。でも結局陸に上がるんだけどね。この本拠地から出撃する感じがいいわねー。最初は3部隊だったけど、8部隊まで増えたわ。ちなみに一度に出撃できるのは10部隊までよ。ということはこれ以上イベント加入やペットのクラスが増えると、出撃枠の取り合いになりそうですね。そうね、まあ戦力的に見れば2軍域は大体確定してますけどね。ランスロットは犠牲になったのだ。海は結構中立ユニットが多いのよね。とりあえず食料ゲット。あ、レアアイテム来た。まさかこんなところで手に入るなんて。タコを刺身にしてよかったわ。これは確かレアクラス、ヴァンパイアかっこ笑いにクラスチェンジするアイテムでしたね。後で誰かクラスチェンジさせましょう。おお、かわいそうに。人魚ねー。そういえばドラえもんの劇場版で人魚大海戦ってあったわね。ああ、あるみたいですね。内容は知りませんけど。悟り様はドラえもんの映画だとどれが一番だと思いますか？あ、雑談という名の尺稼ぎ。そうね。私は日本誕生が一番だと思うわ。確か藤子氏が亡くなられた時の追悼番組が日本誕生だったわ。ゲームではギガゾンビの逆襲が有名だし、一番知名度高いと思うのよ。開始1分で終わるあれですね。それにあの映画かなり怖いのよ。神隠しの説明とか、倒した土偶が再生するシーンとか、うつ主は幼少期のトラウマになったわ。フリーザやヘタレ王子も、ドラゴンボールなんか探さんと。
肉食えばよかったのにな。まあドラゴンボールで何回も復活する時点で不老不死みたいなもんですけどね。しまいには地球丸ごと復活する始末ですから。これはどう見てもナイトに集中攻撃の予感。リーダーをど真ん中に配置するとかまるで成長していない。あ、昼になったわ。ゴーレン無双ができないじゃないの。ペット紹介コーナーその2。今日は海なのでタコを紹介します。いらない子扱いされるタコですが、その理由は運搬力が高く、物体の移動タイプを深海タイプにしてしまうところです。深海タイプは陸上の移動が遅すぎて使えません。攻撃回数は多いし、武器で補正つければなかなか強いと思うんですが、深海タイプでなければ、深海タイプさえどうにかすればなかなか使えるユニットだと思うわ。それで、実はあるんですよ、奥さん。深海タイプを打ち消す方法が。なんだって。タコよりも運搬力の高いユニットと部隊を組めば打ち消せるわ。具体的には上級のドラゴンね。3種のドラゴンをさらに上級クラスにすると、タコよりも運搬力が高くなるの。やったねタコちゃん、これで。やめておけって。ちなみにクラーケンのメールシュトロムは全体攻撃だけど、水地形でしか使えないわ。何それひどい。敵の海タイプはこのように陸に誘って戦います。なるほど。でも陸で戦うのなら、タコや人形を加える必要なかったのでは。いらんかった。海、終了のお知らせ。ちなみにマーメイドは後列から単体魔法のブリザード1回よ。たった1回よ。しょぼくて泣けてくるわ。あと地味に派遣コストが2000ゴールド台と高いわ。このコストで誰得の移動タイプと情けない攻撃、これはひどい。
全員レベルアップ。フェアリーの尻を眺めて4倍速。またレアアイテムか。ランダムでモンスター系ユニットを仲間にできるわ。いらんがな。物欲センサー荒ぶりすぎ。2個もいらんかな。嬉しくないレアアイテムとは何だったのか。陸に上がったタコはただの肉だ。うちのタコも陸に上がっているんですけど。さじまじバーツですね。とりあえず3人いればいいってもんじゃないでしょ。というかお前詳しいな、やけに詳しいな。こいつの話具体的すぎてかなり違和感あるわ。お前さっきの都市にいたやつと同じキャラだろ。そろそろ本拠地を落としに行くよ。は？
なんでこんなところにいんの？ U ボートばりに奇襲してきやがった。やぶい、あと少し気づくのが遅かったら取られてたわ。しかしすごい移動ルートで来るなこいつら。その度胸に免じて8倍速でお相手しよう。やりやがったな。敵はオール人よね。こういうユニット能力を無視してクラスを統一する編成、嫌いじゃないわ。スロットじゃこんなもんでしょ。ペットを後ろに下げて、ブレスでボスを狙うわ。外さないようにスターで素早さも上げてね。やりやがったな。さっきから変なやりとりがなされてますね。気にしたら負けよ。
ボーナスしょぼい。これ赤字だわ。はい、攻略中はあまり都市を解放しなかったので、ここで解放します。ちなみにクリアの際のボーナスマネーは解放した都市の数や、ユニットの死亡数などによって増減します。マンゴーだと、おーひわいひわい。濁点と強音を取ってはいけません。七リーグブーツは解放済みの都市に部隊をワープさせられるアイテムよ。これがあれば、移動の遅いユニットでもワープさせて前線に送ることができるわ。使い勝手が良すぎるので、縛りで2個しかストックできないようにしてるわね。ヴァンパイアになるにはナイトでないとダメみたいね。ナイトでないとダメみたいね。たまたまギャグになったので二度言いました。どうしてこうなった？だってアッシュよりギルバルドの方が弱いじゃない。一番弱いのはランスロットだけど、彼はドールマスター確定だし、一番被害が少ないと思うのよ。ギルバルドは犠牲になったのだ。レアアイテムの犠牲にな。今日はここまでだよ。ギルバルド先生の次回作にご期待ください。ユックエスト。どうもゆっくりです。今日も伝説の、オーガバトラーをプレイしていきます。この動画もようやく10章まで来たよ。まあ全体の半分も来てないけどね。今年中に終われたらオッケーよ。あ、ギルバルドは今日からヴァンパイアで出撃するよ。ヴァンパイアは昼間は棺桶に入ってるので何もできないよ。その代わりに夜はすごく強くなったらいいと思うよ。
どうも皆様、サトリです。どうも皆様、オリンです。今日はディアスポラを攻略していきます。ディアスポラとは元の居住地から離れて暮らす民族を指す言葉で、一般的にはイスラエル以外に定住するユダヤ民族を指します。ってウィキペディア先生が言ってた。お気づきでしょうか？ギルバルドが棺桶に引きこもってますね。前回のコメで、棺桶は硬いので前衛に良いとのコメをいただきました。というかそれしか使い道がない。このように棺桶が高速で移動するシュールな光景を見ることができます。ちなみに昼間のヴァンパイアは鈍足タイプというレアな移動タイプです。移動力はお察しください。誰かヴァンパイア縛りとかしないかなぁ。チラチラ、女性で鳳凰っていうのも珍しいですね。でもテキストの表記がおかしいと思うのよ。こっちだと後白河鳳凰とかになっちゃうしね。棺桶が都市を解放しました。これまたシュールな光景ですね。でもヴァンパイアってナイトからクラスチェンジするあたりアライメント高いんですよね。棺桶で人気が出る反乱軍ってどうよ。お前は誰だ？どや、このびっくりの誠の姿。もっと称賛してくれていいのよ。ボジャー、サタンダー、ペロペロさせてくれ。おお、ペットども、金の蜂の巣じゃあ。攻略なんかどうでもいい、蜂の巣を探せー。
探さなくても、店で買えばよいのでは？お金に余裕はありますよ。それは縛り違反よ。あ、意外と冷静だったわ。ここで7リーグブーツを使って、深海タイプを私のポーシャタンがいる町までワープさせるわ。私のポこれで深海タイプもレベル上げできますね。敵もそろそろフルメンバーが増えてきましたね。後列ウィザードも厄介ですし。まあ、相変わらず配置は適当だけどね。なぜ僧侶を後ろにしないのか。まあこんなものだろう。アンデッドまでいますよ、悟り様。放射炭の脇ペロペ、あ、そうね。だがジェッジメント多めに持っているから問題ない。これはひどい。これはいい防具。アイテム発見率はラック依存だから、ラックが高いカノープスが適任ね。今後境界でタンスや壺を漁る係になるわね。
なぜナイトとウィザードの位置を逆にしないのか。これがわからない。そうそうライアンはそろそろビーストマスターになれそうね。まあ一気にドラゴンテイマーまで上げるけどね。本当はライアンをドラゴンテイマーにして、ギルバルドをビーストマスターで固定したかったんだけど、ヴァンパイアという予期せぬネタクラスにすることを強いられた。今更だけど、ギルバルドではなくアッシュをヴァンパイアにすればよかったと思っているわ。ナイト系列だからアッシュの方が合っているのにね。まあもう上書きしちゃったしておくれね。あ、タコが死ぬ。夜になったのでギルバルド起きましたね。それにしてもエアウルフとかヴァンパイアは何かと損ですよね。自由に昼と夜を変えれたら強いんですけど、まあさすがにそれはね。あ、簡単にできるわよ。店で昼にする光のささやきと夜にする闇の香りが売っているわ。たった4000ゴールド。コンボで日にちも経過するし援助金も楽に受け取れるわ。何それひどい。じゃあ、アライメント下げまくった舞台で、ずっと夜のターンにすれば無敵じゃないですか？そんなこともあろうかとアイテムを縛っておいたのよ。ところで今の攻撃を見てくれ。こいつをどう思う？すごく、地味です。昼間使えない分、夜は圧倒的だと思っていたのに、この程度かよ。ダメージもいまいちだけどさ、それ以上にエフェクトがしょぼいわ。ガソリンを注入するみたいなエフェクトが。ドラゴンでダメージ4だから防御面は優秀ですね。これはまずいなぁ。放射炭になんと言えばいいか。いや、ソウルコールで生き返るから問題ないか。問題ないですよね。だいたいここ境界なんだし金さえ出せば生き返るわ。
いざとなればゾンビにしますから問題ないですよ。スタンクラウドぜ。ニクシーは攻撃から全体攻撃のアイススターム。を使えるからなかなか優秀よ。まあこの縛りではね。全体攻撃欲しければ普通は人間タイプの魔法系使うからいらない子なんだけどね。縛ってわかる全体攻撃の強さ。スルーされたわ。なんということだ。そうですね。悟り様が灰になったところで中断します。ご視聴ありがとうございました。これ茶番入れなきゃ、分割しなくて済んだんじゃね？ユクエスト。どうも皆様、悟りです。どうも皆様、おりんです。大重賞、罪、の後編になります。前回は私とポーシャタンが義兄弟になったところで終わりました。いやぁ、血の繋がってない妹って本当にいいもんですね。たまには小石様のことも思い出してあげてください。そういえば小石波動しているかしらね。しばらく会ってないわ。え？あれ？全然顔が思い出せん。というか名前小石だったっけ？小石はペットの名前だった気がするわ。確か妹の名前は。アルベルト。アルベルトか。そうそうアルベルトか。違いますって。まあずっと放浪してるから、ほとんど会ってませんし。デボネアは一時撤退したんじゃなかったっけ？勘違いもいいとこね。そうですね。パート7の2を確認してください。掘られましたけど無事ですよ。フェアリーちゃんがクラスチェンジ。投げキッスが2回になったよ。お姉ちゃんにはディープでいいのよ。ここからはピクシータンのお尻と暴言無双になります。ゆっくり見ていってね。この紳士どもね。
アンデッドにはライフフォースつきませんね。実はアンデッド同士で効くとか思ったんですが、あとカボチャの割合ダメージはアンデッドには即死扱いみたいですね。地味に使えるかもしれませんね。これでドラゴンテイマーになれるわ。ビーストマスターとは何だったのか。念願のドラゴンテイマーになりました。ただし戦力的には全然アップしていません。伝説のクラスとは何だったのか。はい、ここでペット紹介コーナー。今日はゴーレムを紹介するわ。ゴーレムの特徴は何と言ってもその硬さ。ではなく、圧倒的な HP の低さよ。硬い、しぶといというゴーレムのイメージを覆して、フェアリーよりも HP が低いという斬新な設定がなされているわ。でも防御力は高いのですから、メタルスライム的なものじゃないですか？確かに硬いけどそこまで防御力は高くないわ。素早さは最低だし、メタルスライムにもなりきれないこの弱さ。前衛を任せるのは不安だし、本プレイでもほとんど戦闘していないわね。あとゴーレム系は3種類いるんだけど、それぞれが独立したクラスで、クラスチェンジはできないわ。その点では育成する楽しみがないわね。隠しているクラスがありますけど、あれはまだ本編に出てきていないので、見せられないよ、押しています。まあ最強のゴーレムらしいのできっと活躍してくれることでしょう。今日のメインディッシュは鳳凰ノルンです。ノルンは僧侶なので戦いはできませんが治療の杖が使えます。前衛のジャイアント、ちょっと色が変わってませんか？おっと、あれはジャイアントではなくタイタンね。タイタンはレベル15にならないとクラスチェンジできないはずなんだけど、こいつらは最初から上位クラスのエリート兵よ。攻撃のモーションも少しジャイアントと違うみたいね。踏み込みが足りました。
神アイテム来た。死者の杖は王連に使います。え？あいつじゃねえの？と思う人もいると思いますが、最強クラスは王連になってもらう予定です。まあこんな縛りしてるんだから、ステータス優先よりも愛ですよ、愛。もう一撃来るぞ、気をつけろ。今までドラクエ型主人公だったのに、なんかこのショーでいきなり顔ぶらとセリフつきましたね。うぷ主も最初見た時は、誰こいつと思ったらしいわよ。ステータスが化け物です。王連が弱く見えますね。あとのルンが連れているタイタンは、レベル12ですが、タイタンは本来レベル15以上でないとチェンジできません。つまりこいつは特別仕様のエリート兵で、能力値もなかなか優秀です。でも初期クラスから育てるという縛りに違反するので、オリンリンランド行きです。もったいないけどね。楽園へようこそ。
とまあこんな感じでレアアイテムの死者の杖が手に入ります。まあ物欲センサーが仕事したのか、よりによって今回敵がドロップしたんだけどね。まあ2本いるから嬉しいことは嬉しいです。ドラゴストーン、獣石にちょうどいいんじゃない？黄金の枝は、6章にいた魔女ヒデブ。デネブを生かした時に、発生するイベントで必要になるアイテムよ。まあ今回は P したのでいらないわね。ちなみに魔女デネブを P しないと、カオスフレームダウン、さらにイベントを引き受けるとさらにダウンするわ。カオスフレームが低いとデネブは仲間になるけど、そこからカオスフレームを上げて他のキャラを加入させるにはかなりの調整が必要になるわ。捨て調整はいつもレベル1ドラゴンで行っています。ドラゴンは犠牲になったのだ。そしてドラゴンを味方につけます。今回はレベル1ドラゴンと、ゼノビアにいるレベル7のドラゴンを味方にします。レベル7のドラゴンはブラックドラゴンにするのですが、普通に戦闘させてもレベル差でアライメントが上がってしまいます。なので捨て調整でアライメントだけ下げてブラックドラゴンにします。ゆっくり育てた結果がこれだよ。ユックエスト、どうもゆっくりです。今日も伝説のオーガバトルをプレイしていきます。
なんか数が足りてない部隊がいますが、この部隊は都市解放しかしないので、とりあえずいらないペットをくっつけてるだけです。ゴーレムとかゴーレムとかな。あと前回加わったノルンはとりあえずバリキリーにしています。どうも皆様、サトリです。どうも皆様、オリンです。ゼミリアだよ。おい誰か、この生首、U パックで送り返せ。ギルバルドとかいうハゲをうちでヴァンパイアにしたついでに、手伝いに来たわよ。さあ、愚かな敵兵よ、私のカリスマの前にひれ伏すがいいわ。どう見てもネタ要因です。本当にありがとうございました。ゼミリア、ブルーレット置くだけは置いといて。このマップを見てくれ。こいつをどう思う？すごく、長いです。前もこんなやりとりしませんでした？まあ動画における様式美のようなものだから。いきなりワールドが来たわね。これはドーピングするチャンスよ。あ、でもカードは捨てるんですね。まあワールドは魔法を完全無効化するチートクラスのカードなんだけど、使いどころが限られるしね。いやもういらんし。都市の手前で待機させているのは、タロットがパンパンだからです。敵に使って減らしてから、解放します。後ろにいる忍者のシルエット。あれは忍者マスターね。レベル14ぐらいだから上級職が出てきてもおかしくないわね。はい、初戦闘から倍速です。ここんところ分割が続いているので、今日はなんとしても30分以内に1章を終わらせたい。でも茶番は入れたい。だからなりふり構わず倍速を多用します。ケルベロスにチェンジします。
攻略情報を見てると、後列ではケルベロスはメガマライズとブレスを使い分けるみたいよ。なかなか器用ですね。でもさ、これって波動拳出したい時に昇竜拳が出た、とかいう感じになるんじゃないの？忍者マスターは後列から忍術を使ってくるわ。これは全体攻撃よ。ステータスも高いし厄介なユニットね。ゲームだととにかく忍者は強ユニットとして扱われているわね。二刀流だったり、クリティカル持ちだったり。まあそれはコンピューターゲーム黎明期の忍者のイメージが染みついているのよね。ウィザードリーとか、鍛え抜かれた忍者は、シャーマン戦車よりも硬いですからね。だが、全裸だ。あ、追加発注お願いします。なんか暗殺者とか化け物とか、と泣く生首とか、死体を盗んでいく猫とか、変な噂が流れているわね。後ろの二つは捏造です。これは中立ユニットに遭遇するアイテムね。まあ別にいらないわ。本日のカリスマ劇場は終了しました。椅子を尻で磨く女、レミリア・スカーレットの次回作にご期待ください。これだけのために登場させたんですね。哀れな青年よ。
この人がチート枠の一人、聖騎士ラウニーです。暗殺者だの化け物だの、生首だの騒がれていた正体は、実はラウニーでした。まあステータス的には化け物なのであながち噂は間違ってないんですけどね。ラウニーは最初からバリキリーの上位クラス。フレイヤよ。フレイヤは後列からサンダーフレア2回というやたら使えるクラスよ。ぶっちゃけ女性ユニットは全員フレイヤにしていいくらい優秀よ。さっきケルベロスにしたのでヘルハウンドは出せるわね。9章でミスったのに、まるで成長していないとか言われたら嫌だしね。ラウニーは7リーグブーツで一気に前線に出します。ところで、最近めっきり寒くなりましたね。もう秋本番ですね。どうしたんです？悟り様？いきなり話題変えましたね。ネタがなくなったので、世間話に持ち込みます。まあそれでよ、畑の脇にずっと使わないで放置している堆肥が残ってるんだけど、そこを漁ったら大量のカブトムシの幼虫が出てきたのよ。あいつら苦みねえな。ちなみにウプ主はグラントカブトムシという白っぽいカブトムシを飼っているわ。そろそろ幼虫を温室に入れないといけないわね。温室といってもそんな豪華なものでもなく、衣装ケースに爬虫類用のパネルヒーターを置くだけの、簡易なものよ。まあ少量ならそれで十分ね。ようやくティアマットにクラスチェンジできるわね。ペット紹介で話したけど、ティアマットなどの上位ドラゴンは、
運搬力がタコよりも高いので、深海タイプを打ち消すことができるわ。つまりタコとティアマットの組み合わせは鉄板ね。あと攻撃からは全体攻撃のイービルデッドを使うけど、これは知力依存なので、性能のペットでは威力があまり出ないわ。それよりも前列でブレスが使えるメリットの方が大きいと思うの。でもこのティアマット随分と素早さが低くないですか？それは前回の動画の終わりに説明した成長率のせいよ。このプルートンはアライメントの関係でブラックドラゴンにチェンジしたのが、レベル12だったわ。つまりそれまで低成長の初期ドラゴンでレベルアップしていたわけ。もしレベル7の時点でクラスチェンジしていたら素早さと知力がプラス5から10されていたはずよ。今日の悟り様、なかなかいい感じで解説をこなしてますね。椅子を尻で磨くだけの女にはなりたくないからね。はい、おなじみのゴーレン無双です。夜だと大抵の敵は魔法2発で瀕死です。敵に量産型マリサがいるけど、まあ当たらなければ問題ない。どうして従っているのか、これがわからない。前線に送るわ。そんでもって使うのは初めてだけど、重なった部隊同士はキャラを交換できるわ。なのでアッシュ隊のコカトリスをラウニー隊に加えて、大空タイプにします。どや？どや？この戦術、どや？あとは無双しながらボスまで突っ込むだけの簡単なお仕事です。あくまで一部のチートキャラができる簡単なお仕事です。
Liberation. Lucky. これはひどい。化け物でした。これは応援並みですね。さて、このボス、攻撃は大したことないけど、非常に素早さが高いのよ。おかげでこちらの攻撃はほとんど当たらないわ。当たりました。当たりました。おかしいな、情報によると避けまくるはずなんだけど。当たりにくそうなコンボも当たりました。あ、もう一回来ますんで、うまく避けてください。ですよねー。
今回はいろいろクラスチェンジできたわ。まずまず満足のいく結果ね。そろそろ知力依存の攻撃をするユニットが増えてきたから、知力アップアイテムは美味しいわね。急所で手に入れたブリュンヒルドを持っていると、カオスゲートを発見します。はい、こんな感じです。次はおそらくムスペルムに行くと思います。捨て調整でアライメントを下げてブラックドラゴンを目指します。では今日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ユックエスト。どうもゆっくりです。今日も伝説のオーガバトルを。やりやがったな。今回はマップが狭いんで楽に進めました。分割の恐怖に怯えなくて済みましたよ。毎回分割してたらパート50くらいまで行くと思うんだ。あと、今回は舞台は少なめです。金がもったいねえからな。後出しても役に立たねえからな。特にギルバルド。どうも皆様、悟りです。どうも皆様、おりんです。今日は天空の島ムスペルムを攻略していきます。見ての通り浮いてますので、空中は飛行ユニット以外進めません。あと飛行ユニット以外の部隊が、バトルに負けて空中に押し出されると。します。つまり落下死です。それは怖いですね。でも敵部隊も落下するので、もし落ちたらバーカバーカと言ってやりましょう。今回のレベル上げですが、ランスロットをレベル14まで上げてクラスチェンジさせます。ただし、1体でもとどめを刺すとアライメントがアウトになるので、気をつけながらやります。あと前回のコメでリフがリストラされたのか?とのコメがありましたが、そんなことはありません。たまたま出さなかったからで、これからも出していきます。ただ、あまり出しすぎて飽きられると困るので、小出しにしようと思っていたんですが、これはどんどん出してくれということなんですね。そうなんですね。というわけで、リフ祭りを開催します。
陸祭りって、陸を解説役にするんですか？こんな感じよ。じゃあ、モニターが死ぬー。動画サイズの都合上、サイドに余白ができるので、程よく埋めてみました。よ、ショーゴロリ、あなたは狂っているんだ。動いてるよ、BGM に合わせて動いてるよ。こんなのが湧きにいて動画に集中できるかー。まあこんな感じで、両サイドから治療の神様たちに見守られながら、攻略を進めていくわけですが。おりんくん、いかがですかな？ダメだこの悟り。早く薬打たないと。あ、さっき聞いたんですけど、放射ちゃんが体調悪くて寝込んでいるそうですよ。なに？あの日か、あの日なのか。こんな動画の解説していられるか、私は見舞いに帰るぞ。おりん、あとは適当によろしく。捕虜は全部おりんりんランドしていいわ。ふぅ、行ったか。とりあえずこの恐ろしい壁紙は外しましょう。まったく攻略を見てなかったけど、どうやら天空の三騎士の一人、スルストは、ラシュディの魔法に操られていると。そして物理で殴って目を覚まさせろという感じですね。というわけで、戦いが始まりました。悟り様がいないので、私一人で解説していきま。何も見なかったことにしましょう。あ、ライアンが集中攻撃受けています。弱いから仕方ないですね。ティアマットがどれほど強いか見せてもらいましょうか。ダメージ1ですか。さすがに硬いですな。お硬い硬い。くそ、やっぱり幻じゃなかった。これ悪夢だわ。私はそうよリフ、戦いはできませんが、ゆっくりボイスが使えます。よろしければ右上にお加えください。いや、ボイスの選択間違ってるよ。なぜ女性1を選んだ？しかも音程上がりまくってるよ。テヘペロ。硬いのは硬いですが、攻撃力は期待できませんな。まあ L サイズなんて基本は壁だからね。結局は飼い主の火力が鍵になるわけですよ。ラッキー。
figure it out. いきなり石ですか？まあ壁ですから、攻撃できなくても問題ない。これは確実にランスロットがやってしまいますね。タロットで始末しましょう。ステータスを意識するがゆえに攻撃できないのも理不尽ですね。まあ、私のような僧侶は、敵の攻撃に耐えないと経験値がもらえないという理不尽さですが。早い話、三騎士を仲間にしたけりゃ主人公のアライメントを70以上にしろということです。天空の島を地上に落下させようとは、きっと逆襲のシャアでも見て思いついたんでしょう。そういえばリフってさ、家族とかいるのかしら？私は神に仕える身なので、伴侶はいませんが、兄弟がいます。実は私は三兄弟の末っ子なのです。こんな感じです。いや、おかしいでしょ。これ名前が似てるだけでしょ。それになんであんたが末っ子なのよ。何がおかしいのかこれがわからない。おりんさん、私は DS 版のファイアエムブレムでは、女性しかなれないペガサスナイトにクラスチェンジできるんですよ。それはなぜかというと、幼い頃リース姉さんの手ほどきを受けたからなんです。その設定が活かされているんです。そうなのか。これでランスロットをエンチャンターにクラスチェンジできますよ。アッシドクラウドが2回攻撃になりました。もう全然ドール関係ねえな。というかエンチャンターってどういう意味なんですかね？
尺の都合で、ペット紹介コーナーをします。今日はワイアーム、ワイバーンです。地形無視、高速の大空タイプが光ります。運搬力は、グリフォンよりも高い、です。なので組み合わせ次第でドラゴンも大空タイプにできます。そうこんな風に。今回のプレイではドラゴンを育てるのに、この運搬力の差が地味に役に立っています。攻撃は単純なものですが、やはり大空タイプが美味しいです。また打たれ強いので、短期で前衛に回しても良いです。ゲームではギルバルドのお供で2体ついてくるので、だいたいそれを使っていけば OK です。ちなみにワイバーンは言わずもがな比喩のことですが、ワイアームは足がない比喩です。ディリータ、後の英雄王ディリータじゃないか。見慣れないドラゴンがいますね。あ、あれはバハムートですね。昔、養生探しているジジイが言ってました。な、なに？バハムートだと？メガフレアが来るぞ、気をつけろ。リフレクをお持ちの方はおられませんか？でも、攻撃はプラチナドラゴンと変わりませんよ。なんだ、バハムートかっこ笑いか。消火試合だと思っていたのに、これはひどい集中攻撃。運のいいやつめ。動画だ、動画に集中するんだ。両サイドを見るんじゃない。
なんだ、このエセアメリカ人のようなやつは。あ、選択なしで強制的に入りやがった。能力が半端ないですね。まあ使うかは微妙ですけどね。このサラマンダーはエリートだけあって強いですね。まあ、オリンリンランドしますけどね。すごいの来た。これは天空の島オルガナへのカオスゲートです。これはすごいのを拾いましたね。多分最高の武器だと思います。ついに来たわね。最強のプリンセス。次回からは血の雨が降るわよ。あ、帰ってきた。そしてこのアイテムのせいでさらに血の雨が降ります。バティスタ君、おひさ。動画編集してたら、2ヶ月近くかかったわ。13回にも及ぶ脳内会議の結果、プリンセスアイシャにすることに決めました。嘘です。最初からそのつもりでした。
プリンセスは単体でも強いんだけど、リーダーにすると、部隊全員の攻撃回数が1回増えます。つまりエンペラーがかかっているのと同じです。もちろんプリンセス自身の回数も増えます。来い！続いて号令をリッチにします。リッチは全体魔法攻撃が3回という単体では最強のクラスです。おそらくこのレベル帯だとほとんどの敵は蒸発します。前列で使う冷たい眼差しは実は神聖属性です。アンデッドを扱うリッチが、アンデッドを倒せないのはおかしいということで、こうなったのだと思います。今日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。